はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はメタルギアソリッド5行ってみたいと思います。サイドクエストの方ね、少し進めましたんで、少し減ってます。まあ14とか出てますけど、かなりこの辺ね埋まってたやつはだいぶ終わらせてるんで、まあ、まだいっぱいあるねよし、それでね、メインミッションの方行ってみましょう。リングはフランカ、何ですかねこれ。キジバ野営地で尋問官に同行するアフリカンス語本、通訳を尾行し拘束されているイギリス人使者を救出せよ。ムヒンダ油田の警備を行っていた CFA で内ゲバが発生した。連中の主要メンバーはほとんどがアフリカーナーだが、南亜系の組織だけにイギリス人も設立に絡んでいる、うんうん、詳しい事情は不明だが、アフリカーナーはそのイギリス人数名をキジバ野営地付近で拘束、尋問を行っているらしい。今回の依頼は捕虜となったイギリス人の一人、通称シシャクを救出すること。シシャクの詳細な居場所は不明だが、この男アフリカーナーたちが使うアフリカンス語は喋れない。あらあら、尋問には英語のできる通訳が立ち会うだろう。つまり通訳を追跡すればターゲットの場所が分かるという寸法だ。ああ、考えたね。ちなみにターゲット以外のイギリス人捕虜は無視して良いとのことだが、どうするかはあんたに任せる、ボス。ああ、他の捕虜みたいなやつもいるのか。まあ捕まえら、捕まえるじゃなくて、ね、なんとか助けられるなら助けてやりますかね。それじゃあね、前回ぐらいで、前回なんか確かこうアフリカンス語がね、分からないから敵捕まえてもね、尋問しても何もわからなかったんでね、これをこのミッションすればわかるようになるということかな。キジバヤエイチだな。キジバヤエイチはこれか。だからここかここだな。まあ、近い方がいいでしょう。さあ、装備の方もね、いろいろ増えてるんでね。スナイパーライフルの眠らせるやつも手に入れてます。まあ、これはね、音は鳴るんで敵に発見されるはされるんですけど、まあ遠距離からならどこから撃たれたかわかんないみたいなことになると思うんで、これも使っていきたいと思います。はい、それじゃあ行きます。明るい時間の方がいいかな。さあ、楽しみですね。今日もこの時間がやってきたって感じがします。さあね、そしてね、メタルギアソリッド、まあ進めるのはいいんですけどね、他のゲームもね、ちょっとずつ進めないとね、ゾンビをちょっとほったらかしにしてるんだわ、ゆきあみ。まずいね、あのゲーム。すぐ酔うせいか、ちょっとなかなかね、元気がある時じゃないとできないと思って、ちょっとこう、放置してますね、少し。まずいまずい。少しやらないとね。CFA の幹部であるイギリス人数名が、同じ CFA のアフリカーナーたちに拘束されている。はい、その中の一人が、救出ターゲット。通称シシャクだ。ターゲットの居場所は不明だが、尋問を受けるときに通訳が立ち会う。わかりました。情報班の情報から通訳の居場所を予測し端末に送っておいた。通訳を尾行してターゲットを発見し回収してくれ。わかった。さて、まずはその通訳を探しに行かないとな。そいつを見つけて後ろを尾行して、それから目的の人物を助ける。ついでに他のやつもいたら助ける。ついでにその辺にいる兵士も全部拉致する。計画通りだな。よし、行こう。さあ、まずは目的地はあれか。この辺はなんだろうね、湿地帯みたいな感じなのか。さあ、とりあえず行ってみましょう。川沿いかな。おっと、もうすでに近くにいる。さあ、どの辺にいるんだ。今んとこどこにいるのかわかんないぞ。ちょっと待ってね、どこにいる。敵兵を確認。マジでどこにいるんだろう。特別見当たらないんだけどな。あ、あれか、あれじゃねえか。通訳を見つけたか。尾行してターゲットを探してる。あー、いた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 。ターゲットじゃないよな。依頼によると死者以外のイギリス人は救出対象じゃない。なぜその男だけが特別なのかは気になるが、ただ他の連中を回収しても問題はないはずだ。わかった。よし、とりあえずね、行けた方がいいんだろう。さあ、どうしようかな。
あ、ここにもいる。なるな。結構たくさん釣れてんな。で、この車いただいたらダメなのかな。おっと、バレる？バレちゃう？ビジネスライクな CFA の奴らが同じ CFA のメンバーを尋問するとはな。事態は相当に切迫している。奴ら下手に刺激するとターゲットの殺害に踏み切るぞ。バレてない。武器を使うときは敵に気づかれぬよう慎重に。車を堂々と盗む。車は飛んでいったようだ。さて、あっちを、あーでもどうしようかな。待って、あっちが通訳だからあっちについていかなきゃいけないけど、でもあの人も助けた方がいいよね多分。アフリカアンスゴがそのあたりの傭兵たちのリンガフランカだ。尋問して情報を得るには、あれ俺間違えてこの捕虜に当てちゃった。だが通訳はまだ回収するな。通訳がいなくなれば尋問もできなくなる。やつら用済みと見れば躊躇なくターゲットを殺す。わかった。よし、とりあえず片っ端から助けりゃいいだろう。先ほど回収した捕虜、ターゲットではなかったが情報を得られた。捕虜の監禁場所と尋問場所は分けられ、捕虜同士の監禁場所も離されているらしい。まあ、都合がいいような悪いような、ちょっとどうしようかな。ついていけばきっとチャンスがあるんだろうけど、どこに向かってんだろうね。しかし通訳能力高いな。 BBBA すごいな。後ろのやつもなかなかいいぞ。やばい、あの二人は欲しい。あいつはなんで急に走り出した。実はこの辺にいるとか。あ、やっぱりいるんだね。そうじゃないかなと思ってたけど。よし、この車ももらっていこうかな。よっ、よし。前はね、もらえ取れなかったんですけどね、ちゃんとこういう大きいものも回収できるようになりました。さあどうだろう、どこにいるんだ、あれか。Analysis complete. うわー、いいやつらばっかりだな。あれなの？マスターカーツ。捕虜か。最後のチャンスだ。息はありそうだ。シュポリファルトレッハー。大手のプライベートフォース、CFA の傭兵だ。ビジネスとして傭兵をやっていこうという連中だな。所詮は俺たちの後追いだが。フラッポポファニ。そんな嘘を誰が信じる。他の連中にも聞いてみろ。誰も知らんはずだ。エシエムリアナルプルビアルフラン。おい、それチャームしておいよ。捕虜か。そこ見どうする。助けるか。いや、助けたいけどね。口裏を合わせてるんだな。イギリス人は信用できん。ボーア戦争でお前たちがアフリカーナーに何をした。俺がやったわけじゃない。エシェルバスニアイン。おお、なんか荒れてる。だがあんたは俺たちを裏切った。俺じゃない、それは子爵が。この子爵の名前が出た。あ、ひどい。とりあえずこの後行けばいいか。大丈夫かな。とりあえず行った後なら家に帰りたい。わかった、今返してやる。家帰ってゲームしたいんだな、お前も。救出ターゲットが何らかの計画の首謀者だったらしいな。ここ。あれ。あれ、あいつらどこ行くんだ。ボス、少し調べたんだが、代理人を通して今回の任務を俺たちに依頼したのはターゲット自身だったらしい。何？囚われの身で直接の依頼はできなかったにしても。この尺、
少し臭いな。待て待て、あれ車、車ないと追っかけられないパターン、もしかして。うわ、ちょっと待って待って、じゃあどうやって追っかければいい。あ、これも何回行くか。いやー、待って待って、先ほどの捕虜もターゲットではなかった。まさかね、車を回収したことはこんなことになろうとは。後でこういうね、悪いことも起きる。あー、待って、敵にも見つかりそうだな、こんな馬で走ってたら。おー、ちょっと待って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 、めっちゃいるんじゃないのこれ。うわー、いる。アナリシスコンプリート、アナリシスコンプリート、そう、いけねえわ簡単には。どうやっていけばいい。待って、あれ動いてないな、あいつ。バルーンか、バルーンみたいなもんか。デコイだったのか。あぶねえ、そこにもいるの。あぶねえ、めちゃくちゃいるじゃねえかこの施設。何だよここ。まずいな、バレないように行くしかないか。これは欲しいな。ちょっと回収。あーってなるなよ。え、まだなんかいる。うっそー、そこにもいるの。どうするどうする。ここよし。だがそこにもいるのか。なかなかに厄介じゃないか。よし、オッケー。まだ気にしてるあいつ。あー、気にしないで、気にしなくていいぞ。よし、こっちか。お、待って、今そこに人いなかった。これデコイかなんかか。デコイを処理。さあ、肝心のやつは。こいつか。何言ってんだろう。MPLA の油田利権、その情報はどこからもたらされた。本当に知らないの。え、女の人。再生だ、再生だ。シーチュー。丸見え、丸見え。見てみとりあえずその女の人のね、あの姿が見たい。出所不明の情報を持つ LDLA に接触を図った。隠すつもりはなかったのよ。でも尺がまだ言うなと。でも能力は高いんですね。こいつも A だ。今のうちにね、周りをちゃんとこう確認しとこう。アナリシスコンプリート。せめて試着に聞いてから。アナリシスコンプリート。どうなったんだ。うわー、こいつ厄介だな。ヘルメットしてやがる。これは参ったな。何発か撃ち込んで、よし、オッケー。これでいいかな。あいつらなんか気づいたか、寝てることに味方が。よし、とりあえずこれでいいか。ちょっと思いっきりバレたような気がするけど。何？まずい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 。ここアップで。あぶねえあぶねえ。うわー、怖え。あぶねえ。なんて危ない状態。
さてどうしよう。警戒を解いてくれないな多分。あ、まずいまずい。あれ、うっそ、外した。危ない。でも銃声聞いちゃった今ので。大丈夫かな。エクストラクションフェイルド。あー、やばいやばいやばい、みんな集まってきそう。ちょっと一旦避難避難、一旦避難ね。お、やっと警戒が解けた。よしよしよし、ようやく次へ進んでくれるか。よし、これでバッチリ。でもなんか警戒態勢があんまり解かれてないな。この状態からちゃんとやれるかな。最後あの通訳とかをについていかないとダメだしね。あ、デコイなのかよあれ。これもじゃあデコイ。デコイなんだ。紛らわしいものいっぱい使ってやがる。こいつもらっていくぞ。Mother base is now in the red. ここら辺か？もうちょい。いいわ。とりあえず当たってりゃ眠ってくれる。ああ、見るし。よし、オッケー。あいつもオッケーだろ。よし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 、これであとはついていきゃいいんだろう。あー、こいつ一応回収しとこうか。あとでバレたら困るしな。あー、こんなとこにもいる。結構警戒態勢が結構なってるじゃないか。ここになんかいるのか。いない。困ったことがあれば無線で連絡をくれ。もうすでに困ってる。助言できることもあるだろう。おっと、間違えた。さて、どうするかな。いや、なかなか警戒態勢が解けないね。うわ、あの通訳どこ行くんだろう。待って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 、あの通訳は何をしに行くんだ。なんだこれ。とりあえず OK か。よし、これさえ分かればもうあとはここか。よし、よかったよかった。とりあえずね、あの通訳ね、警戒しててもうどうにもなんなかったからさ、済んだかなと思ったけど、なんとかなったね。大丈夫だった。さあ、とりあえずあそこに行ってみましょう。多分ちょっとミッションはちゃんとねやってなかったけど、まあなんとかクリアができるという感じなのかな。あ、今みたいなこときっとあると思うしね。バレちゃってとか、ついついいっぱい捕まえてたらとかいうパターンはあると思うんでね、こういう救済措置はないとね、やっぱ。
なんとかねクリアできそうだね。あいつか。おお、素晴らしい能力じゃないか。さて周りに敵はいないかな。一応ソナーやっとこう。うん、周りにはいないね。さてこうなるとどうやってあいつを助けようかな。やっぱスモークグレネードの一つでも放り込んでみるか。よし、まだまだどらよし、これで大丈夫だな。よし、あとはこの捕虜も。お、よいしょ、運んでやろう。よし、仲良く二人揃っておねんねだな。あばよさあ、また基地で会おうな。ターゲット回収を確認。ホットゾーンを脱出してくれ。ヘリでも陸路でもいい。分かった。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。よし、助かった。今回もね、なんとかクリアできそうです。スナイパーライフル使おうと思ったけどね、使う機会なかったわ、今回。こちらピーコード、ランニングゾーンに到着。さあ、行きましょう。帰ろう、帰ろう。よし。なんとかクリアできてよかった。あそこに薬草忘れてた。終わったのか、そこ。薬草さようなら。私の薬草。よーし、勝った、勝った。とりあえずね、捕虜も救出できたし、いい人材がいっぱい手に入った。よしとしよう。ちょっとね、通訳回収失敗したりとかね、捕まえちゃダメなやつまで捕まえたり警戒させたりしたんでね、ちょっと失敗、そこは失敗だったけど、なんとかね、どうしようかと思った矢先、捕虜のね、囚われてる場所がね、分かる資料があったと。あ、よかった。 A です。本来の目的ではちょっと違う行動もいっぱいしましたけどね。なんとかできた。いやー、よかったよかった。さあ、それでは A ランク。うん、お金もね、ちょっと赤字に転落したけど、ちゃんとね、プラスになりました。よかった。よし、オッケーオッケー。さあ、何かが始まるのかな?さあ、一応ね、メインミッションが表示されてるやつの一番最後のものを行ったんで、多分2つ3つ追加されると思うんですよね、メインミッションが。ボス、回収した試着だが、他のイギリス人から話を聞いたところ、とんだ食わせ者だった。どうもこの男、 CFA を反政府勢力のウニータから政府側の MPLA に鞍替えさせ、その見返りにMPLA の油田利権を手に入れようと目論んでいたらしい。ってやつだ。そしてそれをアフリカーナーたちに隠していた上、立場が危うくなると他のイギリス人のせいにして逃げようとした。なんてやつだ。最後には捕らえられた挙句、自分だけが俺たちに助けてもらおうと、ひとまず映像にぶち込んでおくが、こいつの説得には骨が折れそうだ。それからボス、子爵から興味深い情報を得た。最近 CFA や近隣の PF が相次いでウォーカーギアを購入しているらしい。あれはソ連軍の新型兵器。しかもまだプロトタイプだ。横流ししているのはサイファーしか考えられん。だが一体何のために。いよいよね、ちょっとずつ話が。お、これ途中でいた女の人だよね、あの捕虜の。動物学者だったのか。まあ、他にもね、いろいろ回収した人がなかなか優秀な。おお、すごいな。 A の嵐、 B の嵐、 B の嵐すごいな。すごい優秀な兵士が一気に増えたぞ。これは参ったね。嬉しい悲鳴だわ。ボス、なんだ。俺たちへの依頼の中にウォーカーギアに関係するものがあった、はい、これはサイファーに迫るチャンスかもしれん。ミッションリストを確認してくれ。はい。さあ、ミッションリストは、あれ1個しか増えてないね。
赤道のウォーカーギア。今度やります。ね。これは今回はこのリングアフランカというのをやったんで、次回、赤道のウォーカーギアをやっていきたいと思います。今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。またね、サブクエストの方をやっておきます。